杉浦義美十15月5日から1945年5月16日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍中将。愛知県出身。1918年11月、海軍兵学校を卒業し、翌年8月、海軍将尉に任官し、不装の陸みとなる。海軍水雷学校高等科で学び。 第17号駆逐艦水雷町見分隊長、水雷学校教官見分隊長などを経て、1930年11月、海軍大学校を卒業した。1930年12月、海軍少佐に昇進し、盾駆逐艦長に就任。渦木駆逐艦長を経て、1933年11月から翌年11月まで水雷学校教官のほか、 海軍法術学校、横須賀海軍航空隊、春日海軍通信学校、海軍航海学校の各教官を兼務した。1934年11月、第一水雷戦隊司令部付となり、同戦隊参謀を経て、1935年11月、海軍中佐に進級し、第二水雷戦隊参謀に就任。1936年12月、 海軍省教育局員となり、1938年6月より、再び、水雷学校教官のほか、法術学校、通信学校、公海学校、横須賀航空隊、陸軍重砲兵学校の各教官を兼務した。1939年10月、第五区逐隊司令となり、ついで第二図海士官隊参謀に移動。1940年11月、 海軍大佐に昇進し、横須賀陳府付となる。翌月、第17駆逐隊司令に就任し、太平洋戦争を迎えた。1942年4月、水雷学校教頭に就任し、第4駆逐隊司令、横須賀陳府付を経て、1943年12月、最後の羽黒艦長となった。1945年5月1日、海軍少将に進級。 同月16日、ペナン沖海戦で、ハグロは戦没し運命を共にした。没後、海軍中将に進んだ。ありがとうございます。